ただいまから花笠舞踊団の皆さんと山形大学花笠サイクル指名組歌の皆さんによります花笠踊りを披露いたします。通常であれば8月5日、6日、7日の3日間、山形市のメインストリートで花笠祭りが開催され、延べ1万4000人の踊り手たちが華麗な清張花笠踊りや肩回し、また創作踊りでパレードを行いますが、今年は残念ながら新型コロナウイルスの感染症の影響により花笠祭りは中止となりました。パレードはご覧いただけませんが、少しでも花笠祭りの雰囲気を感じていただきたく、本日は華やかな清張花笠踊りを花笠舞踊団の皆さんより、そして勇壮な笠回しの踊りを山形大学花笠サークル指名組歌の皆さんにより披露していただきます。それではお待たせいたしました。山形が誇る夏のお祭り、花笠祭り、ぜひ皆様も雰囲気でも少し、ご一緒に参加いただければと思いますので、手拍子なのでご一緒に盛り上げてみてください。では短い時間ではございますが、どうぞお楽しみください。花笠踊りのスタートです。
それ。